さっきリハをしてきました。明日のブースティー祭りの皆さん、明日は来ますよね。こんだけ頑張ったから来るよね。来てくれるよね。もうね、すごいの、足がもうすごいパンパンでね、もうね動けない。エイカさん、サッカーボールありがとうございます。そうだ、みんな生誕 T シャツと生誕タオルが販売されましたとか、予約があれですけど、どうですか。東京キュッシュクリームありがとうございます。見ました、ちゃんと T シャツとタオル。トミさん、サッカーボールありがとうございます。予約した。お、さすが、素晴らしい。そう、 T シャツはあの可愛い。え、 T シャツ今回めっちゃ良くない？なんか今まで結構ふざけ系が多かったけど、今回結構あれじゃない、なんかいい感じなんじゃないかなって私は思いますけど、結構可愛い感じにできたんじゃないかなって。タオルは完全にネタに走りましたけど、そう、 T シャツめっちゃ可愛いでしょ。あのリッチーとニータンを描きたかったんですけど、多分あまりにも寄せすぎるとさすがに多分怒られそうだなと思ったので、あのぽい、なんか見る人が見たら分かるっていうぐらいにしました、ニータンとリッチーは。はい、 T シャツ3年前のやつみたい。え、でもそれよりさ可愛くない？今年の方が全然。結構今年の自信作なんだけど T シャツは。あ、そう、なんか T シャツの色めっちゃ復活したんですよ。そうで、あのタオルは完全にネタに走ったんですけど、まあ買ってくれるかなと思ってネタに走りました。今回 T シャツ勝負ですね。そうです。それでまさかの写真のやつは25って書いて、あれ、私25で写真、なんかあんな動画でさ25でさ2個とか撮ってるけどさ、え、普通に考えて普通に考えてなんで25で撮ったんだろうね。なんかそのグッズ担当の方に確認したら、なんかそのグッズ担当の方も2025年の感覚で25なんか選んじゃったけど、確かに24歳だよねってなって、そう、あれっつって、なん、あれなんでですかねって言って、とりあえずなんかあの、なんかあの24のやつを探してくれるらしいんですけど、どうなんだろう。でもワンチャン25のままかもしれないいきなりアラサー突入しちゃった、まさかの。まあでも生誕祭とかであの来てくれる人が、私の生誕T来てくれてたら嬉しい、来てくれてたら嬉しいなって思うので、なのでいっぱいみんなが来てたら嬉しいから、みんな買ってください。だいたいもう生誕 T とか生誕タオルって買わなくて、あ、買えばよかったっていう人毎年マジでいっぱいいるから、買えばよかったと思うなら買っておいてください。本当にもう販売期間が終わってわざわざ買えばよかったって送ってくる人、不届き者がいますからね。絶対わざとやろって思いますけどね、もうここまで来ると。なので、はい、ちゃんと買ってください。そう、もう最悪転売していいから、もうやっぱいらねえなって思ったら、私のファンの人に売れば多分誰か買ってくれるから。なのでぜひ T シャツはマストで買ってください。転売させたら回収します。素晴らしい。見た瞬間が本当買って、タオルはなんかみんなが疲れた時にこう背中にこうそっと私が寄り添ってくれるっていう、ハグタオルです。もっと私が でかくなる予定だったんだけど、なんか思ったより完成したらちっちゃくてあれって感じですけど、ハグタオルです。りなちゃんハグタオル、もうタオルなんて私は半分ネタで毎回作ってますからね、基本的には。去年は背景とか、今年はハグ
ハグタオル、家で疲れた時とかさ、こうそっとリナをこう巻きつけてください。はい、ぜひお願いします。はい、ということで明日はブースティー祭り頑張りたいと思います。いや、もう配達会は普通に楽しみなんですけど、まあライブみたいな、ミニライブみたいなのも結構頑張ります。やばみタオルかけてる人たち並んだらエンジンや死ぬエンジン死ぬで、明日は明後日多分両日ともハイタッチ3部ずつあるから、そんなに人来るのかなっていう感じですけど、正直ちょっと私の今回こっちのブースに関しては全然宣伝をしてませんので、とりあえず明日は9レーンの246ですね。9レーンの246部にいます。私13、あ、でも13日も9、あれだね、246だね、9レーンの。まあでもいっぱい人が来てくれるといいなと思いますけども、ハイタッチ1枚何秒なのか、HKT とかと一緒じゃない、基本的には。だからこの前の善悪と一緒なんじゃない。そう、あとさ、このブースティーメンツってさ、会員登録さえしとけばなんかチケットは取れると聞きましたがどうなんでしょう。衣装店楽しんできます。リナへのお土産とともにね。何買ってくれるんだっけ。イベント券1枚買ってれば現地で追加できる。うん、なのでぜひよかったら博多の香り食べてみてください。皆さんぜひ。爪はこんな感じ。オンラインはファミリーとってないと、あ、そういうことね。オンラインがファミリーなんだ。新規ではもう買えません。もうじゃあ今日は買えないの。今から僕今日頑張ったんで褒めてください。何を頑張ったのかによるな。教えてみ。何気に久々にちょっと緊張してる。本当ね、新規でも変えたらいいんですけどね、当日みたいな感じで。まあ、で明日はタクナルとあとラジオどっちもあるのでぜひ。まあじゃあ持ってる人があれだね、追加販売。ファンとしての祭りを楽しみたい、そんな心意気です。まあハイタッチはじゃあ私のところにはちゃんと来るんでしょうね。選抜ティーも来ていく、ありがとう。楽なら加えよく、ありがとう。楽しみにしててください。どうなってるかな、私も心配。あーやばい、マジで眠たすぎる本当に。今日ワンちゃんお風呂入らず寝ちゃう気がするな。選抜アクサとか、うん、ぜひぜひ。なんか会場でアクサ取るやつとかやっとき。
いや今日マジであれだな、多分私この後お風呂入らず寝るな。で明日多分入って綺麗さっぱりで一人部屋です。日曜ライブになっちゃう、見どころありそう。あでも両日ともにあの私あるものにデビューします。丸々デビュー、私が今までやったことないあれのデビューをします。明日はで、あもしかしたら朝配信するかも、夜配信する時間あるか分かんないから、そう明日丸々デビューをします。ぜひ楽しみに。あていうかあれか、じゃあ明後日の分のさイベント券はさ明日、今からでもまだ買えるってことか、新規でも。でもそういうことだよね、多分明後日は。あそれも買えないの、当日前日じゃないのに。それも買えないの。私さあれさ、どっちもさ有料会員登録しないといけないと思ってたからさ、なんかあれだね、もっとなんか簡単に宣伝できたね、それなら。なんかショック、もうちょっとちゃんとあれすればよかった。まあでも明日明後日は丸々デビューをします。カメ子がないのが残念ですけど、まあ、であとはでも見どころを、まあめちゃくちゃずっと前の方にいるかって言ったらそういうわけじゃないのでちょっとあれなんですけど、まあでも普通に楽しみたいなって感じかな。そうね、みんな結構メンバーみんなどんな感じなんだろう、うーんってなってる人多そう。本当だ、58分だ。13位ただの魚さんありがとうございます。12位すみさんありがとうございます。11位だっちゃんさんありがとうございます。10位しょうさんありがとうございます。9位お何さんだろうこれ、き木魚さんありがとうございます。8位ぐっちさんありがとうございます。7位としさんありがとうございます。6位とはじ太郎さんありがとうございます。5位しゅんくんありがとうございます。4位長次郎さんありがとうございます。3位えいかさんありがとうございます。2位東京くんありがとうございます。1位とみさんありがとうございます。これなんて読むの、黄色い魚。じゃあ皆さんおやすみなさい。あでもこれまあいっか、別に15分だって経ってるもんね、ちゃんと今日お昼の段階で。だからいっか。じゃあ明日来る人は楽しみましょう、明後日来る人も楽しみましょう。じゃあバイバイ、おやすみなさい、また明日。